韓国の警察が昨年1年間に把握した振り込め詐欺などの特殊詐欺の被害総額はおよそ486億9000万円に上り過去最悪となったことが警察庁のまとめで分かりましたこの中で佐賀県警が把握した特殊詐欺の被害は41件で総額はおよそ1億150万円に上りましたそのうち振り込み型は20件でした 中でも行政職員を名乗り。医療費の還付金があるなどと電話で A. T. M. に誘導して。現金を振り込ませる還付金詐欺が。前の年と比べて六件多い八件と目立ちました。佐賀市社会福祉協議会が子育てボランティアの派遣を始めます。佐賀市社会福祉協議会は未就学児がいる家庭に。 子育て経験のあるボランティアを派遣する訪問型の支援事業を今年の夏から始めます育児や家事をサポートし外出しづらい親の悩みを解消する狙いで佐賀県内初の取り組みとなりますボランティアは2ヶ月から3ヶ月の間週に1回訪問しますおよそ2時間相談に乗ったり育児家事の手伝いなどをして 子育て中の家庭を支えます。タクシーは医療費の助成を18歳までに拡大します。タクシーは4月1日からこれまで中学生までを対象としていた医療費助成を18歳まで拡大します。佐賀県内では初の取り組みで高校生らの健康増進を図るほか。 子育て環境の充実で定住促進にもつなげます助成額はこれまでの小中学生と同じです入院・通院で一医療機関あたり月千円が自己負担となりそれを超える分をタクシーが助成します調剤は無料で利用できます佐賀市とバイオベンチャーが共同研究に乗り出します ミドリムシの体内から燃料を抽出する技術を持つバイオベンチャー企業ユーグレナと佐賀市がジェット燃料などの大量生産低価格化を目指す共同研究に乗り出すことになりました沖縄県の石垣島に次ぐ第2の拠点を探すユーグレナは全国の自治体から共同研究の依頼が舞い込む中佐賀市を研究パートナーに選びました

佐賀県の重要無形文化財、直手すきキ和紙を受け継ぐ谷口裕次郎さんの新作展が、パリの日本文化会館で開かれています。作品は、伝統の和紙に現代建築と折り紙の技術を応用した照明器具です。この新作展は、財団法人・自治体国際化協会パリ事務所などによる企画展で、22日まで開きます。 谷口さんは、佐賀大学の研究者や鉄工所職人など8人で作る異業種交流会、素顔ンで意見やヒントをもらいながらモダンインテリアに仕上げました。新作は春から佐賀でも販売します。佐賀県が原発事故の時の避難用車両を70台配備します。 佐賀県は玄海原子力発電所の緊急防護措置区域 UPZ 県外にある福祉施設に避難用車両およそ70台を全額補助で配備します避難用車両は原発事故の時 UPZ 県内に住む要援護者の交通手段となります普段は施設で使い事故の時は UPZ 内の施設入所者の搬送に協力します 在宅養子園舎の避難対応では、唐津市、今里市、玄海町が購入する避難用車両10台の購入費の半額を補助します。マンスリーサ・サガントスです。小部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 さてチームは11日間に及ぶ沖縄キャンプを行いましたその時の様子を教えてくださいはいキャンプは今月1日から読谷村陸上競技場で始まりました練習試合などで新加入選手との連携やチーム戦術の浸透を図ってきましたチームの仕上がり具合はどうですかそうですね沖縄キャンプを終えたユン・ジョンファン監督は 怪我もなく順調にに仕上がってきててきいいると手応えを口にしています新加入選手についても多くの努力を積み上げているチーム内の競争も熾烈になってきていると高く評価さらに3年目のシーズンに向けても昨年よりも上の順位を狙うと意欲を見せていますユン監督の言葉からも大きな期待感がうかがえますね。はい 実際に練習試合などを見ていても選手たちの動きにはキレがあります攻撃陣でいくとエースのフォワード豊田洋平選手が4試合で5得点と今シーズンも多くの得点に期待がかかりますはい他にも昨シーズン終盤は怪我で苦しんだミッドフィールダー水沼浩太選手のドリブル突破にもキレが増し韓国代表の遠征に帯同していた ミッドフィールダーキム・ミヌ選手も疲れを見せずに果敢に攻撃の起点になりましたさらに新加入のミッドフィールダー菅沼・ミノル選手もアグレッシブなサイド突破からジェフ・千葉戦ではアシストを記録するなど攻撃陣は好調を維持しています今シーズンは昨シーズン以上に得点力がアップしそうですねところで守備面はどうですかはい トスらしい固い守りが確立されてきているような気がします。ゴールキーパー、林明宏選手は、今シーズン出場した練習試合で、いまだに無失点。今年も守護神ぶりを発揮してくれそうです。ディフェンダー、菊池直也選手は、的確なコーチングとラインコントロールで、相手の攻撃の目を積んでいます。また、安田道広選手、 には、竜平選手の両サイドバックは相手の動きを読んでボールを奪うとすぐに攻撃に転じる鋭さが光りました今シーズンは開幕から堅い守りを発揮して勢いに乗ってほしいですねはい J1 昇格後3年連続で開幕戦をホームベストアメニティスタジアムで戦います開幕戦の相手は今シーズンから J1 に昇格する 徳島ボルティス、開幕戦で勝ち点3をもぎ取り、上位進出に期待したいです。開幕戦が待ち遠しいですね。小部さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ゆとりをもって、バランスよく、きちんと確認。やったーカードローンのね、モビットサビを。ご利用は計画的に。 続いては、浸食が進む唐津湾の砂浜について、佐賀新聞唐津支社の天寺記者がお伝えします。唐津市の浜崎海岸に来ております。ご覧の通り、この周辺の海岸は浸食が進んでいます。そこで、佐賀県と唐津市が連携し、 調査対策に向けた委員会を設置しました唐津湾の浜崎海岸、東の浜、西の浜は砂浜と松原が広がる県内有数の観光地ですしかし重要な観光資源である砂浜が波による侵食を受けて年々少なくなっています 応急処置で海岸に砂を補給しても、さらわれることの繰り返しで、効果は限定的です。中でも最も被害が大きいのは、浜崎海岸です。20年ほど前から、侵食が顕著になりました。多摩島川の河口付近では、海に向かって数十メートル続いていた砂浜が縮小しています。 浸食が海岸沿いの住宅地まで迫る恐れがあったため唐津市は護岸工事を行いましたではなぜ砂浜は浸食されているのでしょうか実は原因はよく分かっていません今のところ松浦川大関の影響で川の流れが弱まり唐津湾全体に 土砂の供給が減少したためとする説や唐津湾沖での海砂採取が原因とする説もありますそこで原因を究明し砂浜の侵食を防ごうと佐賀県と唐津市は共同で専門家による調査対策委員会を設置しました先月行われた初会合では委員会のメンバーが 浜崎海岸と東の浜を視察、浸食の現状を確かめ、地元住民から意見を聞きました。調査は今後、2015年度までの3年をかけて行われます。浜崎海岸、東の浜、西の浜の延長8キロが対象で、浸食のメカニズムの把握や 侵食を食い止める対策を検討し報告書をまとめます佐賀県と唐津市は今後委員会の提案を受けて対策を講じたいとしています砂浜の侵食は高所被害の危険性もあります大規模な護岸工事を行えば対応できるでしょうが景観が損なわれます 自然の景観を保ちながら、いかに住民生活を守るのか、今後の動きが注目されます。小さい頃よく浜崎海外に海水浴に行っていたんですが、はい、当時はもっと砂浜が広がっていたような気がしますね。そうなんですね。早く原因を突き止めて対策をしてほしいです。続いては、佐賀あの日の風景をお送りします。 まずはこちらです1968年、昭和43年2月に撮影された写真です駅伝大会のようですが、後ろの煙は火事ですかそう見えますよね実はこの煙、蒸気機関車 SL の煙なんです県内一周駅伝大会での一コマですそうなんですか、それにしてもすごい煙ですね 選手も大変でしょうが、沿線に住んでらっしゃる人たちは、毎日大変だったでしょうね。そうですよね。続いては、千九百八十七年。昭和六十二年、二月十一日に撮影された写真です。壁一面に落書きがされていますよね。はい、大和町にあるおつもんじゅ宮のお堂の中です。聞いたことがあります。 学問の神神様を祀っている神社ですよね落書きは合格祈願で書かれたんですねその通りですこの写真は受験生ら30人が参加した合格祈願祭の様子を写していますいのこの落書きは合格祈願の絵馬のような意味があるんでしょうねそうですねそれでは今週はこの辺で「佐賀新聞テレビ夕刊ウィークリー」でした 続けたい」